マックス村井 VS オセロ世界チャンピオン高梨リベンジマッチなおリベンジマッチってマッチできてないお願いでしょ、はい、お願いでしょ。さあもう一戦よろしくお願いします、はい、せっかくあのなかなかお時間いただける機会もそんなないので、はい、ぜひともリベンジさせてください、はい、今回はですね特製の、オセロ版で行います。なんとですねこの枠を1個乗っけるだけであら不思議オセロニアのような 6×6 の、はい、6×6 はほとんど経験がないのでもしかしたらワンチャン危ないかな言葉のまたお上手で またお上手でトゲがあるもしかしたらはい、で一緒にここ心まで、ワイワイしていただけるのがガクトさんそしてニヒピーでございます。いや行こうか行きましょう、はい、お時間の関係もございますので、はい、先攻後攻はどちらがいいですか。どっちがいいですか。どっちがいいんだわけ本当は。本当にどちらも差はないです。ただ 6×6 ですと高校が勝ちだと言われてますね。一緒だと手順は決まっているので高校でお願いします。はい、わかりました。じゃあ最速でお願いします。お願いします。3秒3秒パッパパッパなんかね、やっぱオセロニアっぽさがあって見慣れますね。これは見慣れてるやつですね。3秒3秒。あ、やばい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 。はい、3秒3秒。1、2、3、こっちだ、よし、はい、どうだ。いや、違うか、ダメだあー、ちょっと待ってください。1、3秒3秒。早いなすごいな3秒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 。置けない、置けないあ、でも、あ、あ、怪しい。お3秒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 。いやでも思い出しにちゃいますよ。どうですかチャンピオン、これどうですかこの一手。これ浅い気がしてます。結構いいよ。え、マジですか。うん、トマクチいいよ。やったやった、蹴るよ蹴るよ。うん、おう、おう、うん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 。あ、でもこっちも嬉しい。3、2、自分みたいな。どこにも来たくない、どこにも来たくない。やばいやばいやばい、時間がない、時間がない。足腰腰腰腰腰腰、やばいやばい、これ大丈夫大丈夫大丈夫。早く、3秒3秒3秒。やばいやばい、あ、なるほどないのがいいですね。あ、こっちも来た。いや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 、ここには置けない。はいはいはい、3秒3秒。あーひどい、何してんの。チャンピオンひどい、チャンピオンひどい。それはえげつない。3秒3秒。3秒で3秒で3秒。たったたった、ちょ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 。あーひどい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 。目も当てられない、目も当てられない。ひどい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 。こダメだよ、こっちもダメ、こっちもダメ。あ、全部きつい。どこにも難しい。うわ、きそこまでない。あ、大きいね。3秒3秒3秒。ここしかない。ああ、目も当てられない。ひどいもんだ、ひどいもんだ。ちょっと待ってね。黒。おお、ちゃんと3秒超えたよ。ああ、すみません。おめげさあさあ、3秒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 。置く場所あります、これ。あれ、置く場所あった。あ、違う、こっち。パス、やった、よし。いい、パス。いい、置けない。斜めも変わります。やった、ありがとうございます。置ける場所他になくないですか。あ、うわひどい、最悪。何やって置ける場所が他にないんですよ。あるよ。え、こっち置けなくないですか。置けるよ、置けるよ。本当に気づかなかった。何やってんの。でもこれひどい。相当負けてた気がしますけど。本当だよ。うわぁ、綺麗だね。ありがとうございました。ありがとうございました。エキシビジョンマッチは高梨さんの勝利です。一回マックス考えさせたからね。途中で3秒を超えたからね。あの時間もしかしてちょっとやばかった。相当不利だったと思いますよ。え、嘘、うん、本当に。一回考えさせたんだよ、世界チャンプを。やっ、それに気づいてないことが問題だよ。熱いお叱りが。いや、スピード対決でも面白いですね。そうですね。
面白いですね、うん、結構揺るがしましたね。実際オセロニア本編もあの待ち時間があって確かにその時に決めてね行かないといけないってのありますからね。だからあれだよね、あの3秒経つと周りが勝手に置いてしまうっていう、あランダムでそうそうピンコーン。でもでも学徒さんのねはい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 まで相当のプレッシャーがいやー面白かったです。ありがとうございました。はい、以上エキシビジョンマッチでした。さよなら。このルエドにいたぶられたければ今すぐダウンロードしろ。逆転オセロニア夏休み逆転祭今開催中です。はい、ダウンロードは概要欄のリンクからどうぞされてください。ゲーム楽しんでください。ではさよなら。